はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の複素数丸2をお送りします。で、前回からね、この複素数が始まって、これで2本目で、今回は複素数の計算をやっていきます。いいね。で、ポイントはなしで、問題が6問も載ってますので、できそうな人はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まだ最初使わないんですけど、愛の入った計算ってね、もう一つ、ある一つのことを覚えてしまえば、ほぼ大丈夫です。いい？で、まずね、1番やっていきます。まだそれ使わないんですけど、で、カッコ5プラス 2i プラスカッコ2マイナス i です。で、これ足し算じゃないですか。引き算も同じなんですけど、i の入った足し算引き算はもう超シンプルです。i は i 同士。i がついてないのは i がついてないもの同士で足し算引き算やってください。つまり虚部と実部、それをね、分けて計算すればいい。で、よく i をね、x って思って計算してごらんなんて話もしますけど、例えば、これ5とマイナス2を足すから3じゃないですか。で、プラス 2i とマイナス i、 これをね、もし i が x だと思ったらプラス 2x、 こっちね、で、こっちマイナス x じゃん。で、それを足し算だから計算するだけでしょ。で、これ計算したら x になるのはみんなわかるじゃんか。で、それと同じルールです。つまり、i にくっついてるのがプラス2とマイナス1、くっつけたらプラス1だから、プラス 1i とは書けないのでプラス i と、こういう風になります。だから普通に文字を使った計算と同じルールで解けば大丈夫。いいね。で、同じ感じでいきます。こっちで、ここに関してはカッコの前にマイナスがついてるんで、いつも通りこうプラスに変えて、両方ね、後ろのカッコの中の符号を変えてあげると。で、あとは計算です。で、まず i がくっついてないのがマイナス12、そしてプラス7でしょ。だからマイナス5。で、i の方がプラス 3i とプラス 2i なので、くっつけてプラス 5i と。いいね、こうやってやってってください。で、次なんですが、こう掛け算になってるね。で、掛け算になってるんですけど、普通にこれ展開してください、公式使って。で、これはね、公式使えないか。これも全部掛けですね。俺がよく言うやつの。なので、まあ、1個ずつ掛けていきます。1と2を掛けて、2。1と i 掛けて、プラス i。3i と2を掛けて、プラス 6i の、ここ。プラス 3i と i。ここちょっとポイントで、まず3なんですけど、i が2つなんで、i の2乗になります。i の2乗になる。i が2つ掛けるとね。で、ここでポイントです。今回覚えてほしいその一つのこと、何かっていうと、 i の2乗っていうのはマイナス1になります。いいね。 i の2乗はマイナス1なんです。で、計算をしていく中で i の2乗が出てきたら必ずマイナス1に置き換えます。これ答えを書くときに i の2乗を残しておくと必ず×食らいます。いいかい？だから必ず変える。なので、ここが i の2乗がマイナス1なので、プラス 3i2 乗っていうのはプラス3かけるマイナス1なんで、こいつマイナス3に変わるんです。いいね。で、変えて計算できるとこは計算する。つまり2とマイナス3なんでマイナス 1i と 6i なんでプラス 7i とね、こういうふうにやってください。 i の2乗が出てきたら必ず置き換えます。で、次。もうね、公式ですね。カッコの2乗になってるんで、まず左側5の2乗だから25。まあ、こうやってね、覚えてない子もたくさんいると思うんですけど、よくこれね、こことこことここ全部かけるって俺言ってしまうので、まあ、全部かけると、マイナス 20i か。で、こっち側の2乗なんで、プラス 4i の2乗と。で、こうなります。で、さっきも言ったように、i の2乗はマイナス1です。出てきた瞬間も置き換えましょう。だからここマイナス4になるね。で、こことここまだ計算できるから足すと21、そして i の方はね1個しかないんで
マイナス 20i と。で、こうなります。で、次が、カッコ2プラス i、カッコ2マイナス i。これは、カッコが2つで、2と i、2と i でパーツが同じ、それぞれね。で、プラスとマイナスって if 語になってるから、公式使って、2の2乗で4。で、こっちね、i のマイナス、右側のパーツ、i の2乗となります。で、i の2乗が出てきたから、マイナス i の2乗。i の2乗にマイナス1をぶち込むと、プラス1に変わるね。もともとマイナスがいるから。だから、4たす1で、5と。いで、ごめんね。こういう風になります。で、ラストです。最後は 7i3 乗。で、これに関しては、ちょっとね、考え方を変えて、i の3乗って、つまり i が3つある。i かける i かける i になってるのね。で、これを 7i かける i の2乗と考えます。もちろんこんな暗算でできるよって人は暗算でいいからね。で、i が3つあるから、i が1つと i が2つに分けるんです。そうすれば、i の2乗っていうのは、マイナス1でしょ。だから、7i かけるマイナス1。なので、マイナス 7i と、ね、こう計算することができます。なので、この i が入った計算をするときに、i の2乗とか、i の3乗、今回ないけどね、i の4乗とか、2乗より上が出てきた場合は、絶対に計算します。計算して i まで落とす。もしくは i がない状態まで戻します。いいかな ?i の2乗が、ね、i の2乗以上でいいかなが出てきた場合は、これを使って落としていってください、どんどん。3乗もこうやって i に落ちるでしょ。いいかな、つまり今回ぜひ覚えてほしいのはこいつです。これを必ず覚えておいてください。では、今回は高校数学数2の複素数丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、複素数はね、まだちょっと続きますので、また次回の方もよかったら見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。